Last thing in the spicy part. こんな感じなんですが、氷河コウモリ、どっかで聞いたような。アンドレ、あれじゃねえか。ほら、昔ドレイクさんに聞いたろ。ああ、北の洞窟に生息してるっつ。それそれ。だとしたら、俺たちは勝ったことがねえな。そこが不思議なんです。氷河コウモリって狩りやすい上に素材も取りやすいのに。これも聞いた話なんだが、なんでもそのコウモリをサウスストラグに持ってった時、えらく買い叩かれたらしいんだよ。これじゃ使えねえとか言われて。おかしいですね。未処理でも品質の劣化が少ないところが狙い目とされる理由なのに。まさか騙されたのか。かもしれません。ストラグにはそういう店もありますし、まあそんなこともあってあまり割に合わねえってんで誰も取りに行かなくなっちまったんだ。そういうことだったんですか。サラサさん、そもそも氷河コウモリってどんなコウモリなんですか。私も詳しく知りたいわ。うむ、じゃあ簡単に、まず一番の特徴は名前にもなっているこの牙。外すことで最初を凍らせることができます。と言っても人や動物を襲うわけじゃなく、基本的に凍らせるのは果物なんです。それを保存食として洞窟に溜め込んで冬を越しているんです。凶暴じゃないって意味での狙い目なわけね。よかったらきっちりレクチャーしましょうか。店長さんは、私も牙が欲しいですし、ノリアさん、店番お願いしていい？もちろんです。アンドレさん、洞窟まで案内をお願いできませんか。取れた牙は山分けということで。俺たちに森があるし、あとは言わねえな。サラサちゃんが行くのは危険。こんなわけねえな。ついその外見に引きずられちまう。私、そんなに硬くなったように見えますか。
ここが北の洞窟か。まだ入ってねえのに随分冷えるな。間違いなくいません。問題はきちんと張れるかいね。大丈夫ですよ。多少かかる程度なら氷河コウマリは逃げる方を優先します。ただ下手に逃げ道を与えて攻撃しようとすると群れずに死に物狂いで襲ってきますので、これで全身凍りついて死んだ人もたくさんいますね。まあ皆さんなら心配ないですよね。ああ、普段氷河コウモリは洞窟の天井にぶら下がっているので落ちてくるんですよ。いろいろと。いろいろってなんだ。いろいろです。これまさか。店長殿、みんな傘など持っていないが。ご心配なく、今回は私がエアボールの魔法を使ってしてあげますから。っていうか店長さんはこの匂い平気なの？錬金術には匂いのきつい素材もありますから、悪臭を軽減するお薬を使ってるんです。臭くないことはないが、すごくマシになった。全然違うわ。あくまで一定以上の匂いをつけるポーションなんです。完全に防ぐと逆に危険ですからね。気をつけてください。この辺り足元が凍ってます。ふんまみれになるよりはまだマシだから。目を見てください。来たな。さて、氷河コウモリの牙の買い取り価格は凍らせる能力の強さによって変化します。簡単に言うと、5歳未満のものはあまり価値がありません。どうやって見分けると？いくつか方法はありますが、一般的にこういう洞窟では奥にいる個体ほど年齢が高く体も大きいんです。つまりできるだけ奥で飼った方がいいのか。はい、それと実際に飼った後に判別する方法もあります。まず牙の色、青が深いほど年齢が高いです。なんだか綺麗な色だな。これはまだ薄い方、10歳を超えると紺青色でもっと綺麗です。さらに正確に見分けるには違うな。これの数が年齢ってことか。そうです。これだと5本あるので6歳ですね。次に冷却能力、素手で触ってすぐに触れていられないほど冷たくなれば十分価値はあります。ふうでは早速確認してみよう。店長殿、なぜ意地悪をする？そうですね、万が一この牙が刺さったらこの数秒で指なんて凍りつくかと。
なんとかなったわね。それではここで牙を回収しましょうか。これは普通に折ればいいのか。はい、根元から内側に倒すと簡単に折れます。必ず革手袋はつけてくださいね、指をなくしたくなければ。もちろんだと思う。これ、柔軟グローブというアーティファクトで、少々の刃物でもつけないくらい丈夫なんで。ちょっと借りてもいいか。はい。これすげえな。では、使用に少し魔力を消費するところですね。ああ、感じ取れないレベルだぞ。それ、ヒョウナコウモリの牙も防げるのか。ちなみに値段は3800両です。それで安全が買えるなら十分検討の価値もあるな。数がまとまっているならお勉強も可能です。よし、他の採集者たちも当たってみる。ありがとうございます。では人数割りで分配しましょう。なあ、サラサちゃん、いいのか。俺たちと山分けなんて。どう考えても一番活躍したのサラサちゃんだぜ。案内の条件、山分けでしたよね。そうか、悪いな。アイリスさんたちは後で返済分を相談しましょう。変に切り詰めて怪我とかしないか心配ですから。店長さん、ありがとう。恩に着る。いえ、お二人が死んじゃうと借金を回収できなくなっちゃいますし。そうね。さあ、早く分けて持って帰りましょう。はい。できたー。よし、今日はこれだけあればいいよ。結局朝になっちゃったな。セラサさん。はーい。おはようございます。また徹夜ですか。ちょっと新商品をね。かわいい帽子。これなら村の人たちにも使ってもらえると思うんだけど、ちょっとかぶってみて。え、いいんですか。もちろん。冷却帽子っていうの、頭から上半身まで冷やしてくれるから昼の作業にいいかなって。すごい。これもヒョウガコウモリの牙を。うん、せっかくだから冷却コア以外にも何か作れないか考えててね。これ絶対いいですよ。で、そっちは。ああ、それは柔軟グローブ、アンドレさんが注文してくれそうだから早めに作っておこうと思って。さすがです。けど今夜はちゃんと寝てくださいね。はい。え、トレアちゃん。アンドレさん。よっ、ほらよ、手袋の注文まとめてきたぜ。え、もう集まったんですか。実物も見ずに。そりゃみんなサラサちゃんを信頼してるからな。それはありがたいですね。錬金術師も最終者から見放されると立ち行かなくなりますから。その点サラサちゃんは商売上手だぜ。こうやって絶妙なタイミングで商品を実演してみせるんだね。急いで作りますね。そうだ、ついでに待ってな。30匹ほどいるはずだ。状態もいいですね。ありがとうございます。ドリアちゃん、とても強い。サラサさん、お店閉めました。なんなんですかこれ。ドリアちゃん、柔軟グローブはね、最後にこうやって干すんだよ。なるほど。今日もお疲れ様。お店はどうだったの。塩気ベール、とっても順調ですよ。新商品の冷却帽子もすごく反応良かったです。やっぱり見本を置いたのは正解だったね。売れ筋になる予感がします。よし、じゃあそろそろ次のステップかな。次。うん、ゆくゆくはお店だけじゃなく。あ、ゲベルクさん。なんだ、この気持ち悪いな。ぴったりだな。さすがビベルクさん。初めて見ました。ねえ、どこ。わしだって絶対作る。なにこれ。もう次の手の相談か。店舗経営も大変なのだな。いえ、相談はちょっと別のことで、お店が少し落ち着いたらって思ってたんですけど、私こうして錬金術師になって縁あってこの村にやってきたからには、自分のお店を通じてこの村のみんなが豊かになってほしいんです。その方法を一緒に考え
派だと思う。サラサさん、これです。あ、いえ、これ実は受け売りです。だとしてもだ。その一つとして、まずは村に流通するお金を増やせないかなって。お金ですか。確かにこの村、あんまり現金が必要ないんですよね。私たちもお金を使うのは雑貨屋くらいだからな。採集者以外の人たちはほぼ物々交換みたいだし。そうなんですよ。立派な考えではあるが、経済の仕組みを変えるとなると一筋縄ではいかないわよね。こうなったらいいアイデアにはサウスストラドで買ってきたちょっとお高いお菓子を進呈します。一番の問題はこの村で現金が得られる仕事が少ないことでは。なんで現金なしで生活が成り立つんだもの。そもそも村にお金がないのよ。つまり流通量を増やすにはお金を外から持ち込む人を相手に商売するのよ。ですね、その通りかもしれません。現金を外から持ち込めるのは採集者か店長殿くらいだろう。ならば店長殿が村人に仕事を依頼するというのは。私が仕事を発注。いい案です。やったー。わー、お菓子が出たら急にアイディアが。でもサラサさんが仕事を発注できるのってゲベルクさんかリズドさんくらいですよね。確かにそうだね。店長殿、今のはただの質問だぞ。ノレアちゃんは可愛いので。の薬草栽培とかは。それは専業でお願いすることになってしまいます。素人の片手間では無理か。そういえば冷却防止の防止部分を作ってるのは店長さんよね。あ、そっか、冷却機能をつける前はただの帽子だもんね。錬金術は必要ないから依頼できる。でもこれ冷却防止がお客さんに行き渡ってあんな真打ちになったらもう。そこは外販すればいいんじゃない。外販？そうですよ、商品外の街で売るんです。売りに行くのはお父さんにもお願いできますし。あ、いいかも。であるなら街で求められるデザインが必要だな。私が参考になるものを作ります。イラストとか。私も協力するわ。いけます、きっと大丈夫です。こんなにたくさんのアイディアが。どうぞお好きなだけ食べてください。やったサラサちゃんの店に並ぶ商品を村の者が。はい、委託という方法です。まず村の人たちが地比で帽子を作り値段をつけます。私はその帽子に冷却機能を付与し、村の人の値付けに付与費を加算してお店に並べます。しかしそれだと帽子が売れれば代金が支払われるということになる。村の者が損はせんかの。そんなことないわお父さん。サラサちゃんはせっかく村のことを考えて提案してくれてね。どういう意味じゃ。サラサちゃんの冷却帽子にするのにすごい費用がかかるのよ。もしも売れなかったらサラサちゃんは帽子を作るコストの3倍も損になる。そんなリスクを背負ってやってくれると言っているのに。お父さんは。そうか、リリンが言うなら間違いないだろう。サラサちゃん、村のためにお願いできるか。はい。サラサさん。